皆さんこんにちは、ミケのエンタです。今日はシックスボールパズルのオンライン対戦を皆さんにお届けしたいと思います。最近はね、配信の切り抜きが多かったんですが、ちょっとね、今週は普通に動画の撮影を行ってね、シックスボールパズルの面白い試合を皆さんにお届けしたいと思っているので、ぜひとも応援よろしくお願いします。僕は右側で黄色ヘキサゴン完成と。さあここから技を、いや相手のラッキー強すぎる、相手のラッキー強すぎるけど、これは紫消えたらなんとかなるようにボールを積んでおいたことによって崩れて耐えないんだよね。ということで2戦目やっていきましょう。でね、ちょっと皆さんにちょっとお願いがありまして、僕一応ツイッターの方をねやっているんですが、ちょっとこの1週間2週間ぐらいはツイッターでね、皆さんに対戦お願いしますと、お願いしますとお願いってなんだ、まあ、とりあえず募集をねかけることがあると思います。何の、間違えちゃったけど、ラッキーが入れば OK、 で、すいません、ちょっとねいろいろ喋りながらなので積み方ぐちゃぐちゃなんですが、そういうお願いをねすることがここ数週間増えると思うので、もしね対戦できるよっていう方が、ラッキー多すぎラッキーが多すぎて説明ができない、ラッキー相手もラッキーなんだけど、どうなってるんだこれは。何の話だっけ、今日の僕のお昼ご飯でしたっけ。今日のお昼ご飯は確か台湾混ぜそばですね。台湾混ぜそば食べたんですが、絶対違うね。黄色ピラミッド完成して、ねラッキーが多すぎて説明ができない。耐える、これ耐えるかな、耐える、負け、まあ、簡単に言うとツイッターフォローしていただけると僕がね、お誘いするので、ぜひともツイッターのフォローよろしくお願いしますということです。ちょっとそろそろ勝ちたいので、真面目にね集中してプレイしていきたいと思います。僕はこれは青間に合うね。これはちょっと待とうか。相手多分消えないと思うので、後打ち決めて、相手に黄色ダブルを使わせると。さあ、しっかりと勝つためのプレイングはできているのではないでしょうか。黄色と青狙って、まあ一応緑も狙えるけど、相手はだいぶ辛そうだね。緑ピラミッドラッキーがあるかもしれないけど、まあそうそう、ラッキーは起きます。ラッキーはあります。でもそこまで崩れないじゃない、さすがに2連続ラッキーとかはないと思うしね。さあこのまま紫を狙っていきましょう。 OK、 相手も紫間に合ってるけど、きっと紫は崩れない、僕の読みです。しっかり崩れてます、しっかり崩れていて、どうしようかな。これ紫で技を作るとちょっと崩れなさそうなので、一応狙ってるのは赤、赤ヘキサゴン完成。相手はダブル打ちしようとしたけど、ま、とりあえず赤のヘキサゴンと。悪くはない。さあ、ここで狙うのは黄色かな？赤はさすがに崩れないよね。危ない、ギリギリ。ちょっと崩れそうになっちゃったけど、黄色のヘキサゴン完成で、相手はボール崩してるけど、さすがにこれはラッキー起きないんじゃないかな？オッケー、ということで、なんとかリベンジ成功です。次の試合やっていきましょう。にゃ、久々に配信外で動画を撮っているんですが、やっぱ話すの難しいね。何を話してたのか僕はもう思い出せない。青ピラ狙って、なんかもうそんなこと話してるうちに大ピンチです。超ラッキーです。超ラッキーです。でもこういう時もね、配信してるとみんなね、ウォーみたいな感じで盛り上がるけど、一人だとやっぱりね、寂しいものがあるね。さあ、そんな寂しさに打ち勝てるように頑張っていきましょう。ミケのエンター。今狙ってるのはこれ、赤を消すとストレートができるんですが、そんなことをしなくても緑ピラミッドができます。緑ピラミッドが出来上がって、ネクストはヘキサゴンでいいのかな？黄色ヘキサゴンと青ピラミッド、ダブル狙いでいきましょう。できればダブル打ちしたいけど、できなさそう。ヘキサゴン完成です。相手はダブルで、いや、これ結局ダブル打ちが決まってるなら OK でしょ。いや、相手もダブル、待って。めちゃくちゃ連鎖と連鎖がぶつかり合ってるけど、こっちの方が先に動ける。今のうちにサクッと技を決めちゃおう。赤か黄色、赤か黄色か青。
いいね、これは黄色一旦早いな、相手が早いけど、いや間あまり崩れてないか。これはピラミッドワンちゃん押し込めたのではないかと思ったけど、押し込めてないな。青を狙っていきましょう。大丈夫かな。いや危なかった。ネクストのボール置かれていたら相手ヘキサゴンができていたと。これはスピードの勝利です。オッケー。さあ最後は華麗にビシッと決めて動画を締めたいと思います。僕が狙ってるのは紫のピラミッドと黄色のヘキサゴンで、一応黄色のヘキサゴンが完成しました。これ紫ラッキー入ったらめちゃくちゃ強いけど、これ緑だね。緑で技を作るとラッキーピラミッドが起こる、そんな予感がひしひしと感じませんか皆さん。さあこれは崩れてピラミッド、このピラミッドが決まれば勝負あったのではないでしょうか。いやー嘘でしょ。あでも僕もいや危ない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 、黄色トリプルに助けられた。黄色トリプルのおかげでなんとか助かって、いや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 、綺麗に決まるところじゃないの今の。いやでもまだ大丈夫まだ大丈夫、落ち着いて落ち着いて、こういう時に慌てると良くない、慌てるのは良くないです。しっかりと落ち着いて、紫のヘキサゴン平常心平常心、はい今僕は平常境になった。うん、意味がわからないね。このままストレートで、赤消したらラッキー起こる形。いやー、ちょっと待って、それは。あー、やっちゃった。平常心のへの字もない。ちょっと待って待って待って、最後の最後に、最後の最後に、こんなグダグダなところをみんなに見せるわけにはいかない。うわー、これでも勝ちたいな。あんなに、うまく決まったのに。負けるなんてやだ。青か黄色、ずれてる、やばい。やしかもネクストだったらボールちゃんと詰めた。いやーどんどん黄色が増えてく、黄色増えてって黄色 OK。 いや相手ダブル打ちだ、あやばい、ダブル打ちダブル打ち、いや大丈夫まだ大丈夫、紫が消えるから、紫が消えて何か奇跡が起きるはずだ。起きなーい。あれじゃ終われないよ、あれじゃ終われない。リベンジマッチいきます。リベンジして華麗に動画を締めくくります。さあ金色ヘキサゴンがまずは完成。ここからの紫ヘキサゴン土台、これが最後ラッキーになって綺麗に締まると。崩れました、すべて崩れた。金色ピラミッドに切り替えましょう。よいしょ。で赤ピラも一応狙ったけど間に合わない。いや赤と黄色逆だよ、それ逆だったらめちゃくちゃ良かったのに。いやいやでもラッキー入ってこ、危ない、なんか今ボール入れ替わったね、ボール入れ替わったけどラッキー入ってボール崩れて、いや危なかった今のも。これ待って、僕ね分かります、これ分かるよ、僕には分かる、勝ち筋が見える。こうだ、一応ストレート決めて、でボールがラッキーになると、オッケー。さあ、このラッキーでこの動画を締めくくろうじゃないか。黄色のヘキサゴンと赤を狙って、間に合ってくれ、黄色はどこに行っちゃったの。いや相手もダブル技、なんかいつラスト動画の締め取ろうとした瞬間相手強くなった、動画の締めを取ろうとした瞬間強くなる、この現象に名前をつけたい。うん、名前募集してます、コメントでよろしく、この奇跡に乾杯。いやこれは決まってないね、まだね、まだ決まってないけど、いや待って、これ青のヘキサゴンの方がいいな、青ヘキ狙いつつ相手つらそうだね、オッケー。いやーということで最後はラッキーとラッキーが大激突する激アツ試合になりました。この動画が面白いと思った方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。